今唐突に稲葉の白ウサギとの昔話を思い出した。わかったミルがいい。この日のために作らせた特注の訓練施設を。出たよ畜生。なんでスクール水着なんですか。どうせ見せる相手もいないくせ。やかましいわ。昔話だけど、日本ではサメをワニと呼ぶことがある。え、果たしてモモカたちの運命は。ほらちゃんとサメだろ。ペンライフビジュアル。